この動き、周到にして緻密な準備あってこそよ。全てがこの北進への布石、そして全てが諸葛亮一人の差配によるものよ。なんと、うっでは、この度の軍も諸葛亮が。芝居殿、どこか嬉しそうですね。希代の使者と謳われる諸葛亮と対するのだ。地を磨ききた者として、これがたぎらずにいられるか。来るがいい諸葛亮。この五条原で諸君を完膚なきまでに叩く。諸葛亮、貴様の命脈もここまでよ。芝居は容易にならさるわ。抗うな。皆さん、警戒しつつ辛抱してください。聞いてください。遠くで怪しい影が動くのを見たのです。我が新さんを乱す輩がいるか。すまねばならんな。勝利のため今は守りを固めなくては。せよ、撃てろ。簡単なことよ。抗うな。兵器の準備ができた。よし、速やかに戦線へ投入するのだ。やりやがったな。狙いは返す。覚えておけよ。私では到底及ばぬお働きです。後で殺せ。素晴らしく輝いていらっしゃる。これでこの城壁は私たちのものですね。まだ負けてはいない。私はすぐに戻ってくる。目を見張るようなご活躍です。さすがですな。俺の活躍の場残しといてくださいよ。奇襲など通用すると思うな。諸葛亮、貴様の希望はその程度か。私の見事な布陣を見るがいい。義の無造無造などたやすく追い払えよう。行きますよ。敵の要衝、私たちが華麗に奪うのです。魔尺、なぜこのような状況に。いえ、席を取る前に
まず魔女の救出です。もはや虫の息よ、とどめを刺す。つい、撃てろ。俺がいる限りここは抜かせないよ。安心してちょうだい。強気してやろう。目を見張るようなご活躍です。父上、大変なご活躍で。まだ負けてはいない。私はすぐに戻ってくる。なんと壮麗な戦ぶり。今は引っ込まないと危ないみたいね。受けろ。反乱がすぐ見せてくれ。さすがの腕前です。この命ある限り私は立ち上がる。何度でもだ。私は到底及ばぬお働きです。真の三国武装よ。この場は譲りましょう。ですが次こそは負けません。私としたことがどこで計算をたがえたのでしょうか。思い知ったか諸葛亮、この決戦我らの勝利だ。功績よ。お前の活躍をたたえ褒章を授けようぞ。もったいないお言葉です。